んにちは、サネシュ太郎です。今日はですね、今ちょっと見てわかる通り、わかんないか新大久保に来てるんですけど、新大久保で食べ歩きをしようと思います。で、今回普通に食べ歩きしてるだけじゃあれなんで、結構みんながやってる1万円企画を一人でやろうと思ったんですけど、食べ歩きで1万円だと結構きついかもしれないんで、マネージャーと一緒に回っていこうかと思います。頑張ります、はい周りがポテトなんですよね。それはチーズドッグにポテトついてるってすごいですよね、発想が。カロリーの塊ね。それ1個食べるだけでめっちゃお腹いっぱいするから。確かに。チーズがめちゃくちゃ美味しいね。モッツァレラなんで、こんなに癖のないチーズで食べやすいんですよ。はい、1個目完食です。もうすでに甘いです。はい、2店舗目なんですけど、これの黒花丼でも韓国語ですね。韓国語、台湾語、台湾、韓国語、カンファンザミルクティーのタピオカ入りを買いました。もうタピオカがめっちゃもちもちで美味しいです。タピカツですね、うん、タピカツ、インスタに投稿しなきゃ秒でなくなるやつ。今のが600円ですね。600円、なんで今のとこ1100円くらい。食べ歩きだと1万円使うのほど遠いですから、比較的昼からやってます。しかも今日時間限られてますからね。2時間ぐらいしかない。早い。はい、完食です。シガシガさんのうさぎの綿飴です。これが1個800円でした。ちょっとね、雨濡れてるんで早めにいただきます。うわ、待って、やばいよ。はい、あ、やばいやばい、水が。やばいやばい、歯がめっちゃ青い。本当に口周り全部青い。待って待って待って、怖い怖い。この子が怖い。もう狂気の沙汰。全然やばい、全然考えない。おいしい。雨降ってなきゃめっちゃ美味しかった。ちょっとベタベタが効いとられて味とか分かんない。湿度がもうすごいから。はい、で、4店舗目なんですけど、なんて見たの？ディズニーランド。ディズニーランドっていうお店で、なんかチーズハットクみたいなやつの中に肉が入ってるらしいんで、ここに行こうと思います。もらえました。
やさ。やさ。やさおだった。ふくんグルメも切った。あ、しかも見て見て。この映像はとも、そうか、とぎもちさん。絶賛のチーズスティック。あ、いこうさんも来てます。あ、これ映っちゃダメです。ちょっと。こちらのお店の人気チーズグルメとは、店舗目が、なんだっけ、デロンチーズスティック、デロンチーズスティック、デロンチーズスティックっていうお店のやつです。これがなんかチーズとプルコギとチーズとタッカルビが入ってるっていう棒のやつです。これで1000円です。早速いただきます。こっちがどっちだったかな。うん、なんかモッツァレラチーズとなんか肉まんの中みたいなやつが入ってる、タッカルビなのかな。これでもチーズドッグの中にお肉が入ってるって初めて知りました。さすがりょうくん、りょう、これりょうくんじゃない。暑いですか。ダゲダゲでしたもんね。なんか普通のチーズハットクよりも食べ応えがあるから、あのお腹空いてる人はいいかもしれないです。お得ですね。確かにお得。うん、いただきます。はい、もういただいてる。美味しいですか。うんうん、めっちゃ美味しいや。プルコギ辛いですか。辛い。あ、そうなんや。こんなところハブだもん。はい、でね、今ね、あのさっきね雨降ってたんで、ちょっと今室内に入ってきて、メゾンテさんという海鮮が結構有名なお店に来ました。なんかタコの踊り食いとかが食べれるみたいなんで、ちょっとねここで7000円分使っていこうと思います。ダッカルビ行きますよ。ダッカルビかこれか、チーズダッカルビってことでね、最初飲み物から、うん、でこれ平島さんの分なんですけど、メロンソーダで500円でした。マンゴーソーダで、これノンアルにしたんで、これも500円でした。乾杯。乾杯。はい、いただきます。いただきます。カンジャンケジャンっていう、なんかカニ、カニの、キムチというか醤油漬けのお刺身みたいな。お刺身を醤油漬けして、ちょっと辛くピリ辛してやってっていうやつ。タコの踊り食いがね有名みたいなんで、めっちゃ動いてる。すごい。いただきます。いただきます。すごい映えじゃん。いただきます。ちょっと待って、これあるあ、これあ、やばいよ。待って待って、出ちゃう。うん、うん、噛んじゃえば、うん、お腹の中でも動くのかな。いや、噛めば悩む、うん、飲み込めないんだけど。飲み込めない、これ。どうやって切るの。同じだ。足かな、ここ。あ、うん、あ、うん。これここ食べれる？どうなんだろう。あ、美味しいよ。美味しいですか。味噌っぽい。カニ味噌の味がする。結構味濃い。そう、濃厚。普通ソーダもノンアルください。普通ソーダのノンアルを頼みました。あとちょっとチーズタッカルビも頼みました。これが2人で2560円。2560円なんで、多分もうこれだけで7000円普通に超えてるはず。そして1万円足して達成です。食べきってないけど、チーズタッカルビ全然食べる。あと、ホビーとかも入ってる。あ、ね、さっき結構辛いかも。本当ですか。キムチの辛みが。いや、そういう感じじゃない。
はい、ということでごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あのね、すごい美味しかったです。あ、合計金額が大体1万超えてる。1万2千円ぐらい。で、結構飲み物も飲んだから、今多分2、3千円、まとめてね、食べ歩きも含めて行ったと思います。ということで、無事達成。2時間で。2時間でね、そう、さすが。さすが。いや、平島さんいたからってのは結構大きい。ありがとうございます。ということで、あの、新大久保もね、すごくいい街なんで、きっと夏休みとかね、東京に行くよって方も多いと思います。ぜひぜひ観光しに、遊びに行かれてみてください。ありがとうございました。また、チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。はい、今日も見てくれてありがとうございました。新大久保ね、久々に行ったんですけど、最近のナウイグルメがいっぱい食べれて、本当最高でした。次回の動画は、ハンバーグのね、すごいタワーに挑戦。